冬のゴルフで一番嫌なのは指が割れることです。僕結構乾燥するんでハンドクリーム塗ってもよく割れるんですよね。しかもハンドクリーム塗ってもヌルヌルして次打ちづらいので、そんな時に使うのがこの100均の指サックです。指サックだとここに指サックを入れるとこのようにしっかり指がガードされますね。でこの指サックのこのゴムの厚さだと全然グリップしても、気にならないので、練習や練習ラウンドにはぴったりです。親指や人差し指、僕は親指と人差し指と中指ぐらいにいつもしますね。でこうやってグリップをすればボールを触ったりするときにやっぱ指が荒れたりするので、あとボール拭くときですよね。ボール拭いて水がつくじゃないですか。そうすると指が割れやすいです。左は割とグローブしてるので大丈夫なんですけど、右手の人差し指と親指とかね、この指のこの3本は割れやすいですよね。で割れちゃうとゴルフでテイクバックした時に痛っとなるとスイングにも影響してきます。ですので冬に必需品なこの僕が使っている、指サック100均で売ってますね。これがおすすめです。であともう一つなんですけれども、こちらですね、パターのキーホルダーみたいなやつなんですけれど、ヘッドカバーにつけるやつですね。これこの商品なんですけども、まあ僕は中にポケットになってて中にこうティーとか入れてるんですよ。ティーとかも入れたりしてるんですけれども、これ水に濡らしてボール拭きなんですね。この商品は、防水加工がしているので水に濡らしてこうやって拭いてもこっちの持ってる方は全然濡れないんですね。なのでこの指2本で持ってこうやって拭くだけでほとんど手が濡れないで済みます。これは普通の洗濯機でも洗えるそうなので、汚れたら洗濯機で洗う。で普段はちょっと水を濡らしてボール拭きにして、でゴルフが終わったら必要最低限のティーをここに入れるとっていうことをしていると、ティー入れにもなるしボール拭きもなる。そして、パターをするときにこの後ろポケットにこのように入るんですね。そうするとこの大きいヘッドカバーをこうやって入れると結構お尻にこう当たって違和感感じてしまうんですけれども、まあ、薄いのでさっと入りますね。でさっと入るのでこのようにしっかりこうストロークをしっかりしても、気にならないと。すぐ出し入れができるので、イライラしないですよね。ですので冬場におすすめのこの指サック、指が割れない指サックとこのボールを拭いても指が荒れないこのコモコーメの、パターキーホルダーですね。こちらが、冬におすすめな商品です。皆さんも指が割れてしまう人はこの2つの商品おすすめなので、ぜひ試してみてください。